どうもショラです。マリオカート8前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあみんなでもう一回やっていきます。グランプリですね。次はちょっとドリフトのタイミングを考えながら。星取れてないやん。星1個のとこもあれば3つのとこもあるけど、なんだよあれ。多分俺が最後今1取ったから。全員。じゃあなんだ。じゃあ星1個のとこはなんなんじゃあれは。星1個のところはなんなんやろな。その理論は間違ったわ。全部重賞取ったからこれじゃないわね。なぜやけんな。もう一回やろう。また同じコース？いや違うコース。レッツゴー。よし。じゃあピコめっちゃ上がる早いもん。新しかった。おお。花ちゃん。ハギ。ハギ。花ちゃんハギ。ハワイ。めっちゃ似合うなこれ。これしよう。ドリフトはほんまに意識してやろう。もう一回やってみよう。加速重視でいってみよう。めっちゃ曲がりやすいもんな、キノピコ。やばいな。曲がりやすい半端ない。直線とかや、ほんま、マリオちょっと遅かったもんな。こう、緑コーラカップ行く？いや、そっちにコーラ行こうって。なんでそこなの？え？そことか合ってないかな、もうそれ。ややこしいから、このコースまず。いや、ややこしいお前のやつ有利やと思うで。いや、無理。確かに。だって曲がりにくいわけやから、俺らのやつは。うん。どっちか、そっちかと比べたら。間違いない。間違いない。間違いない。逆にこのコース勝てんかったらもっとむずい。この普通のコース勝てむずいやろ。うん。スピードがないわけやん、その曲がりやすい周り。コインか。うまくなりづらい。ちゃん。ああ。三つマングローブ。三つマングローブ。逆？逆ではないか。おお。もじった。おお。高橋とおかし。オッケー。アイテムゲットした。赤コーラ。あ、ミスった。やっべ。わーっと。オッケー。あえて抜かせるっていう。まあまあ、俺は使わせてもらう。オッケー。逆転のあれはもう生きたことある。やっほー。きた。ゲストゲスト。おー、マジか。まだアイディアしたの、マジか。わからん。どけ。後ろからそこを落としたから。オッケー。1位刺繍。おめでたい。それはマジかよ。ない。うわ、オッケー、これは1位かな。あー、もうこのタイミング。1位。出てってん。俺さ、だいぶトップアルファ入れたみたいな。この技術では。もうどれでもいいのか。もう使ったよな。
くらいでいきまーす。ね。口癖がクソになった。クソだもんな、お前。クソがクズかよ。もう嫌やわ。パックンパックン。うん、パックンパックン。危ない。あー、やらかした。邪魔邪魔邪魔。竹にやめろ。誰食らうかよし。おお、食らい食らい。邪魔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 。当たれ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 。いい竹にゴンボン落としいな。アイテム使い方がうまいんだよ。いい、1位は黒く子、珍しい。落ちた、落ちた。うわ、マジで爆弾。おお、ボム兵。なかなかな。マジかよ。分かりきっとったやろ、多分。まあ、絶対撃つやろう。ほう、あー、マジでくそ。あ、マジか。オッケー、今さ、加速しようと瞬間にやられたし、終わりやろ。あ、怒れ、ラッキー。うわー、声きった。よけれねー、これじゃねえ。1位や、1位やな。惜しかったな。の上走った方が早いか。お、マジで何しよう。ビビった。さっき何なんだ。フィニッシュ。あ、ミスった。フィニッシュ。オッケーオッケー。レースいきます。まあ、まだありえるな。そうやな。まだ食らいついたぞ、マジさん。マジさんの食らいつき系粘りや、これは。徐々にグラグラさんか。少しエリアに見えるしかない。おみさんたく連続だからぶつけられたらもう終わりやと思う。終わりやな、俺の中では。ぶつけられたらまずすぐぶつけられるやん。おー、コインも減るしな。危ない、ぶつかっとる。ブーメランやろうか。あ、ボム兵一番近い。自爆してった。
よっしゃ、一気にバナナ置いてあったー。これ動いてあったかな。バナナにビビった。1、弾道スタート、弾道とか思います。余裕や、全然ちゃうところ。今来ましたー、2周目入ります。マジか、早い。足が落ちる、地面落ちる、足目、また地面落ちる、地面落ちた、うわ危ない。これ落ちた、あ、勝った。6位か、今回めっちゃ断続やで、ほんとに。楽勝な感じが伝わってくると思う。ああ、ああ、下から行こう。一回ぐらい落ちても問題ない。わあ、地面落ちたし。ああ、はい、ファイナルラップ。マジかよ。ふぅ、地面落ちるとかありかよ。多分コインも全く取れてない。一気に外すコイン、危ない、見つけられる。これは1位と多分2、3位後編やろうから、下手したらこれめっちゃ離せる。これ1位のダッシュする。あ、落ちた。あー、もうやらかした。うわ、2位だったし、誰コンピューターや。あかんって、どこ行っちゃうの俺。来た、もらった、よいしょー。 OK、 G フィニッシュ。これは熱いわ、これでかいわ。わー、キラーにやられた。うわ、これだいぶでかいぞ。9位、10位はもらったらもうこの順位取ってもたらもう勝ちやわ。高さ1位、1位やな、高さ10位、やばい、これもらった、あかん、あかん。うわ、やばいやばいやばい。4点差か、2位取っても勝てるな。そうやな、1位か2位やったら勝てるわ。もうロゼットかな、うん、変に落ちまくったし。高さがまさかここまで落ちてくれると思わなかった。高さ今あれやん、ゼフちゃん。あー、ゼフ長というか、ただ単に生まれただけやろ、周りが。そうやな。あ、しかも得意なコースじゃん。もう調子の問題じゃないやろ、実力差が埋まってっただけやろ。最初はマリオカート7の経験っていう、そのマリオカート経験者という経験を出してたけど、もうそれは終わってみたら。まあ、楽しいか、当たるか。最近ちょっと馬、自分の馬くないですか。あー、あかんわ、今のはあかん、まあ、もう言えないよ。確かにその通りやな。なんかいつも上位アップ取ったのにな。そうやな、もう見る影もないもん。タカ先輩どこにおるんや。いつもおるんや。今までお世話になったけど、いろいろ、ほんまに今ではもう見る影もないな。ほんま無駄に消え去ったやもん。ほう、ふぅ、余裕。俺今一番遊ぶとこダイラみたいに差がついてまんちゃうかってことや。ほんま、ダイラって俺も勝たれへんだろ、ここ。それはないな、でも。周り側に置いて。
思議なぐらいうまくいくな。落ちたー。うまっ、今のめっちゃうまい。ウフィニッシュ。オッケー、5位。おやほい、やば、2連覇グランプリ。お前らしよう、クソクッパに。反省やな、これ反省。反省かよ。もうどんかいする。くそ。有言実行ってこのもの現実になってきたな、俺が昔撮ったことが。ほんまにタナさんも、あれやな。もう負けはないと思うもん、ほんまに。タナに。うん。接戦はあったとしてもな。ほうほうほう。正直。もう一生勝てへんの。負けはないと思う。うん。タナは一位になれへんだ、総合で。この後の。この後のパートを見といてください。だって独走はもうないやるなと思うんだって。お前独走したもんね、うん、まあ、技術が低い。考えたテクニックっていうもの、腕がないね、腕が。ほう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 、あれ深夜の特訓なんすよ。特訓はせへんかな。意味ないやろ、特訓。特訓意味ない。俺がじゃあ努力があれ天才は思われてるの見せろ。ほんまやろ、努力が最高は思われてるの。はい、というわけでじゃあ一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。